であとはまあピッチですね、これは曲のスピードを変える、はい、でこのキーロックっていうのは要するにマスターキーっていう俗に言われるもので、うん、スピードを変えてもあの元の原曲のメロディー の、 あの音程は変わらない、ね、うん、なるほどっていうシステムです。これは 歌物とかやってる人はつけておいた方がいいね。そうですね、うん、例えばあの、うん、宇多田ヒカルがスピードをめちゃくちゃ遅くしたら男みたいな声になっちゃうっていうことがあるんですけど、だからあのキテレツ大百科のコロスケの声とかでさらにピッチ早めたらもうどんだけ高いねんみたいな逆にあの遅くしたらどんだけ普通なのって普通な人の声になる、普通の人になっちゃうとか初めてのみたいなフランク長い的なこれ多分動画で入れれないですねジャスラックにいただきます大丈夫ですよ心配ですよこれ、うん、でこれをその光ってる時はそのマスターキーで 音程が変わらない設定になります、うん、これボタンを外すと、うん、あの音程がメロディーがその原曲のメロディーが変わる、スピードの調整によって変わるっていうものですね、うん、はい、なるほどなるほど、はい、はいはいはい、シンクボタン、そう、はい、要するに、次の今流れた今使っているこのビタミン E という曲がありますけど、うん、次流す曲、ずいぶん健康的なタイトルですね特保特保ですねはい、まあ、うん、次の曲がもうちょっと遅いとか、うん、そういう時でなかなかそのスピードが自分で DJ あのミックスしようとして、うん、なかなかスピードが合わないっていう時でも、うん、このシンクボタンポチッと押すと、うん、自動でスピード調整してくれます。なるほどね、はい、スピードはここに書いてあるもんね、曲のね、はい、ここ BPM って言って、うん、ビートパーミニットって言って、要するにドンドンドンってこの拍がね、はい、拍が1分間どれぐらいあるかっていうものなんですけど、うん、この曲の場合1分間126回っていう、うん、例えばこれよりも速い曲だと140と、うん、その数字が上がっていって、遅い曲だとその120とか、ね、60とか、はい、60遅すぎるか、うん、まあ70とか、ね、70とかね、はい、いろいろありますね、はい、うん、っていうことになります。なるほど、はい、こういう設定もこの本来ですとこのピッチで調整するんですけど、うん、このシンクボタンをポチッとやれば、うん、自動で調整してくれます。なるほど、はい、あとですね、うん、まあ、シフトはシフトですね、シフト用意シフト、はい、うん、まあ、シフトっていう機能がこのあボタンがあると思うんですけど、うん、これはあの何かというと、うん、まあ、見てもらうと分かるんですけど、ええ、シフトのボタンだけ反転しますよね。あ、色がね、はい、あ、確かに白バックで黒字でシフトって書いてありますよね。そうですね、要するにこのボタンを押して、うん、他のボタンを押すと、はい、いつもとは違う機能になりますよっていうボタンなんですよ。なるほど、はい、うん、でここにありますね、おー、キーロックの下にピッチレンジって書いてあります、はい、ピッチレンジって書いてあります、うん、要するにこのシフトを押して、うん、この音符マークですね、うん、音符マークを押すとこのピッチっていうスピードを調整するこの上げ幅下げ幅が、はい、上げ幅が変わるんです、うん、変わるということ、ね、はい、なので、うん、幅が大きければ大きいほど、うん、曲が遅くなすごく遅くなったり、うん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 、曲がもっと速すごく速くなったりということができるんですけ ど、うん、その幅をこれを押してやると調整ができるという、はい、うんうんうん、で今画面見てもらうと分かるんですけど、このレンジって書いてあるプラスマイナス8って書いてあるね、はい、要するに幅がプラスマイナス、このここの幅ですね、うん、はい、ここ0を基準として、うん、今マイナスの一番ここの端っこまでいった場合ピッチが8遅くなって 8% ですね、うん、はい、遅くなって、うん、でプラスの場合だと 8% 速くなって、うん、原曲が0のスピードだとした場合ですね、うん、っていうことね、はい、うん、でもこうやってボタンを押してもらうと今度は16、50っていうふうに変わるので、うんうん、でこれは便利だ、はい、うん、例えば今126ですけど、うん、次かける曲が例えば BPM80 とかだったら、うんうん、この 8% では全然変わらないんですよね、うんうん、確かに、はい、うん、すごい差が離れてるんで、うん、なのでこのピッチシフト
あのピッチレンジでシフトしながら、はい、この音符マークをしてもらって、うん、ピッチの、はい、幅を変えてもらうと、うん、その曲のスピードの変わる幅も変わります。なるほど。ということですね。そうですね。はい、うん。あと特徴的な機能としてはですね、ここのサンプルモードですね。うん、サンプルモード。はい。はあはあ、これがこのジョグダイヤルっていう、うん、まあターンテーブルのそのディスクみたいなところですね。はい。の隣にあるんですけど、これオンにすると、うん、今変わり何か変わりましたよね。これが消えた。正解。ピポピポピポ。これ今の最高視聴率ポイントです。で話は戻ります。戻りますけど、このサンプルモードを押すと。このキーボタン消えましたね。うん、消えました。ということは、はあ、このホットキューの機能がなくなったひょっとしてと思われがちなんですが、うん、違うんですよ。これサンプルモードというモードに切り替わったがためにホットキューの、はあ、が効かなくなっただけなので、うん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 、こうボタンもう一回外してもらうとまた光りますよね。うん、ということはホットキューは残ってるんですよね。残ってる、はい、うん、ただあのサンプルモードというモードで違うあの機能になるので、うん、その光が消えただけなんです。なるほど、はい、じゃあこのサンプルモード一体何かというと一体何なのか、はい、画面の次週こうご期待っていう待てませんから待てませんから、はい、時間ないですから、はい、でこのサンプルモードって言ってこの要するに陽介さんが先ほどからやってる、うん、あのこれですか。はい、こういうボタンを押して、うん、こうバヤバヤバヤ、こういうボタンを押して、うん、なんかあの盛り上げたりとか、うんうんうん、あさっきの、はい、レゲエの陽介管理人が張り切ってこれを繋いでたんだけども、はい、別にもうこれでできちゃうよと。そうですね。ただ素晴らしい、はい、4つだけになるので、うん、いっぱいやりたい人は外部でこのようにオブジェありで繋いでもらうといいよ。はい、はい、そうですけど、うんうん、まあパソコンの中にそういう何ですかサンプルワンショットサンプルっていうんですけど、例えばそのレゲエの保温ですね、はい、こういう音をこの一つ のパートごとに入れてもらって、うん、でこれが、左から 1,2,3,4 となっているので、なるほど、でここのホットキューこの、まあ、ホットキューって書いてありますけど、このサンプルモードの場合左から 1,2,3,4 とこうサンプルを押すことができる。要するに、はい、あのパオーっていう音源とかをどっかから調達してきて、はい、この中にもうぶっ込めばいいんだ。そしたらもうサンプルモードにしたら、はい、なるんだ。そうですね。なるほど、はい、いいですね、はい、うん、なのでそのすごくあの、うん、こう光っているので、うん、分かりやすいですし、うん、あの機能としてもそんなに、うん、なんですかね、あのどうサンプル使いながらキューを押すこともないですし、ま、もしもしたかった場合でも反対側を押して反対側のデッキですね、押してもらってこっちキューモードでこっちサンプルモードで押せばこの同じ4つのものを選べる。なるほどなるほど、それは使い勝手いいですね。そういうこともできちゃうよっていうことですね。なるほどですね。まあとはそうですね、あともう1点すごい点、僕がすごいなと思った点はですね、あまだあるんですか。1点ですね、まあこのジョグダイヤルと言われるやつなんですけど、ここのまあ、一般的なその CDJ とかよくある機能なんですけど、うん、今バイナルモードというものになっているので、こうスクラッチができる、はい、でこのモードでもこの端っこ触ってもらうと細かいスピードの調整ができるようになっています。ああピッチベンドがね、ああピッチベンドっていうんですけど、こういうね、そういうこともできるということですね。はい、そうですね、まあ、このスクラッチしたくないっていう人でしたらこのバイナルモードってありますよね、うん、これを外してもらえれば、うん、まあ、今止まってるので、うん、あの動きはすごい早いですけど、ピッチベンドはこっちでもできちゃいますよね。そうですね、 CDJ とかで慣れてる人はこっちを使ってもらうといいかもしれない。はい、うん、まああのこの表面と側面で機能が違うよっていうことをちょっと見せたかったので。なるほどね、はい、はい、あのご紹介しました。おお、はい、あとはもうあの本当にすごい
こういう機能を今バババっていきなり全部説明しちゃったんで、うん、あの分かりづらいかもしれないんですけど、うん、あの本当にシンプルな設計で、うん、こういう機能もついてるよっていうことで一気に説明しただけなので、うん、あの初心者の方でしたら本当に、うん、あの DJ あんまり興味あるけど分かりづらいなとかっていう人でもあのシンクボタンを押してもらって、うん、それで押せば押してとりあえずなんとかなるぞと、はい、これを変えてもらえれば、うん、とりあえずシンクを押して、はい、再生押しとけと、はい、はい、まあそれでも全然できちゃいますし、できちゃう、それを覚えて違うことをやろうと思っても、うん、こういう他の機能もついているので、うん、あの十分楽しめる商品だと思いますね。なるほど。